段高橋です。今日も YouTube チャンネルを見てくれてどうもありがとうございます。このチャンネルのほぼ目的は僕が海外で出ているニュース、特に経済ニュース、投資ニュースに関係でそれを読んで、分析して、解釈して、それを日本の皆さんに伝えるというそれがメインのフォーカスです。僕の経歴はほとんど投資家、企業家、ウォール・ストリートです。実際投資を始めたのは12歳で今34歳なので22年間以上の経験を持っています。特に投資と取引に。 で、19歳の時にウォールストリートに入って、あのリーマンショックも、えー、と経験して、それで22歳の時にヘッジファンドの世界に入って、26歳の時に自分のヘッジファンドを作って、それで30歳の時にヘッジそのヘッジファンドを売却しました。なので僕は23歳以来、給料を取っていない人で、ほとんどの個人財政をまとめたのは、えーと、投資のパフォーマンス、取引のパフォーマンスだけです。今日話したいのはビットコイン。なぜ話したいというのか、まあ一つ。 ビットコインは今あまり話題になってません大体僕の経験だと何かがすごく話題どの商品がものすごく話題になっている時は取引と投資はしない方がいいですなぜなら市場っていうのはとても競争的なところで誰かが1円を稼いでいる時はその稼いだ1円は誰かの、えーとまあ、損した1円なのでゼロサムゲーム勝った分には一も負けた部分がある それをいつも覚えてなくちゃいけないんです。市場は市場なので、それを考えるととても競争的なゲーム。で、競争が一番激しいのは大体ニュースがいっぱい出てるもの、とても話題になってるもの。逆に、あんまりニュースが出てないとき、あんまり話題になってないとき、ほとんどの人が、えー、あんまり注そ,れその商品に対してあんまり注意を当てていないとき、そこが僕の経験ではとても面白いタイミングだと思います。特に買うチャンスのときは。 それが面白いと思いますビットコインの歴史を見るとビットコインは数年前にものすごい話題になってて2万ドルぐらい近くの価格にまで行きましたそれでそこからピークもちろん一番話題になっていた時でそこから下がり大体2000ドルぐらいまでもう90%ぐらい下がりました今はビットコインあんまり話題になってませんそれが第一の理由で買っていいかもと僕は思います 次の第2、第3の理由は全部テクニカル分析です。なので、早速チャートに移りたいと思います。これがチャートです。5年期間のチャート。緑と赤がビットコインの価格。5年期間、それで1キャンドル。 1> が1週間を示しているチャートです今のビットコインの価格9350ドル大体でまず一つの理由このビットコインのパターンを見るとこの数ヶ月のパターンこれはカップっていうパターン でカップとハンダルがあるんですけどまあこれはまあお茶を継ぐコップのようなパターンでこれは歴史的にとてもいいパターンです特にカップがこっちに向いていると上がるトレンドが今なっているというとても強い示しですそれが2番目にビットコインが今買ってもいいという理由です3番目の理由僕の一ち 大好きで使っている、まあ、大好みのテクニカル分析 MacD。MacD MAC は何かまあそれはもっと詳しく他のビデオで説明したいと思いますけど簡単に言うと MacD は指数指導移動平均 Exponential Moving Average 指数移動平均でそれぞれのトレーダーは違う計算で MacD を使っていてまあそれはまた詳しく僕の使い方について他のビデオで説明したいと思いますけどとにかく MacD この紫色の線が 緑色の線を突き通るとき、たいトレンドが変わるという歴史的に、まあそうなっているときもあるし、そうなってないときもある。マックディ e はビットコインをこの5年間で見ると、とてもいい印になっています。例えば2007年にマックディ e が紫色が下に向いて緑色の線を横切って突き通したとき、これは売りっていういい示しでした。また、 7月の2009年、2019年にも同じように紫色が緑の路線を下に向いて突き通してとても売るっていう印でした。逆に今は紫色が緑色を上に向いて突き通している。しかも2つと紫と緑色、2つとも線が今上を向いている。これはこれから上がるトレンド。 がもうう始ままっているっていいいるとこを示していますなのでこれが3つ目の理由ですなのでまとめると最初の理由今ビットコインは全然話題になってないニュースにもほとんどどこにも出てない大体何も話題になってない時の商品は競争が低いなので歴史的に僕の経験では買ういいチャンス2番目の理由このコップオンハンドルというパターンは歴史的に 上がるトレンドが今なってるっていう強い印3番目の理由はこの MacD が、えー、と上がるトレンドを示しているそれが3つの理由です今日も YouTube チャンネル見てくれてありがとうございますぜひ僕のチャンネルに登録をお願いしますではまた明日までよろしくお願いします